元ジャニーズ平野仕様、私服で身につけた1000万円超えのハリー・ウィンストン腕時計。10月2日、ジャニーズ事務所が予想外の発表を行いました。事務所名の変更についての発表と、それが話題を呼んでいる中、元キング・アンドプスの平野仕様が私服で着用した腕時計に注目が集まっています。 その腕時計とは、ハリー・ウィンストンの HW オーシャンバイレトログラードオートマティック 42mm でその圧倒的な華やかさと価格に驚きの声が上がっています。平野仕用は2023年7月にトベに所属することを発表し、ファンたちにとっては新たなスタートを切ったと言えるでしょう。 彼はこれまでの活動から一転し、精力的に SNS での発信を行っており、特にインスタライブでは多くのファンが彼の日常を覗き見ることができる貴重な機会となっています。初のインスタライブでは30万人以上のファンが同時に視聴し、その人気ぶりが証明されました。このインスタライブで平野紫耀が身につけていた腕時計が大きな話題となりました。 その腕時計は、ハリー・ウィンストンの HW オーシャンバイレトログラードオートマティック 42mm でその特徴は、驚きのダイヤモンドの数と圧倒的な価格にあります。この腕時計は、ケース部分に196個ものダイヤモンドが使用されており、その輝きは一目見ただけで誰もが魅了されることでしょう。 また、ストラップ部分にも44個のダイヤモンドが施され、そのデザインは非常に贅沢で高級感が漂っています。このダイヤモンドの数に驚きを隠せないでしょう。しかし、最も驚くべきはその価格です。このハリー・ウィンストンの腕時計の定価は、なんと1000万円を超えると言われています。 これはまさに超高級品と呼ぶにふさわしい価格帯であり、一般の人々には手の届かないものと言えるでしょう。この価格からも、平野仕様が贅沢なアイテムを身につけていることが伺えます。ハリー・ウィンストンは、ジュエリー分野で培った伝統と技術を腕時計にも取り入れ、そのクオリティは非常に高いと評価されています。 キング・オブ・ダイヤモンドと称賛されるハリー・ウィンストンの製品は、その名にふさわしい輝きと美しさを持っており、平野仕様が選んだこの腕時計もまさにその一例と言えるでしょう。これまでのジャニーズからトベへの遺跡や、その後の活動についても多くのファンが注目していますが、平野仕様のファッションセンスや私生活にも注目が集まっています。 彼の私服やアクセサリーには常にファッション業界からインスピレーションを受ける要素があり、そのセンスは多くの人々に影響を与えています。今後も平野仕様の私服やアイテムに注目が集まることは間違いありません。そして彼の選んだハリー・ウィンストンの腕時計は、その豪華さと贅沢さを象徴するアイテムとして多くの人々に憧れの敵となるでしょう。 平野の仕様が私服で身につけた1000万円超えのハリー・ウィンストン腕時計は、その圧倒的な輝きと価格から超高級品と称されるにふさわしいアイテムです。彼のファンからだけでなく、ファッション業界や一般の人々にも大きな注目を集めており、その豪華さは誰もが憧れるものとなっています。 ハリー・ウィンストンの伝統と技術を取り入れたこの腕時計は、平野の仕様の新たなスタートを象徴するアイテムと言えるでしょう。今後も彼の私生活やファッションセンスに注目が集まることは間違いありません。